の者こんにちはじゃよ。こんばんはですわ。清水。冬と申します。今回も妖怪ウォッチ3の実況。始まるよー。おお、今日はとうとうピア殿と実況か。はい、清水さん、本日はよろしくお願いいたしますわ。こらこら、わらわにはちゃん付けしないのか？寂しいの。いいえそんな。清美さんこそどの付けなんて恐縮ですわ。あ、呼び捨てでいいならそうするぞフィアよ。竹を割ったようなその性格嫌いじゃないですわ。お姉さんコンビとして早いうちから仲良くなりたいからの。フィアもあらわのことは好きに呼ぶがよい。ふふ、そうさせていただきますわ。それで今回は清美さんがパーティーを考えてきてくださったのですよね。のぜ、お近づきの印として超強強パーティーを持ってきたぞ。まず解説じゃが、一瞬防衛は怨念、お蔵入り対策じゃな。先行スキルを存分に活かした使い方ですわね。そしてメインアタッカーは見ての通り太陽神とクローニオフじゃ。フィアは太陽力という構築を知っておるか？確か聞いたことがありますわ。なら話が早い。太陽力は太陽神の床と力の強ガード崩しでゴリゴリ削るパーティーじゃな。大抵はお供に怨念やコアラを添えるんじゃが今回は違うぞ。枕返しちゃんが3体。これは、もちろん床対策じゃよ。太陽力は床に若干弱いからの、トリプル枕返しで床ダメは一桁になるぞ。なるほど、それに枕返しちゃんは元 E ランク、必殺の回転数も良さそうですわね。そういうことじゃ。ではこれより相手のパーティーを粉砕しに行くぞ。しかし、まさか姫がデータを消したとはのう。いやいや違いますわよ。完全な事故ですよ。前回の撮影の後私皆様に説明しましたわよね。SD うんたらがわからんがどうせ酒によって消したんじゃろ。わらわは横文字が苦手なんでようわからん。誤解された姫様かわいそうです。まあまあそんなことは置いておいて、相手の構築の確認じゃ。クローニオフにチャーケン、シシマルですわね。そして一瞬防衛の先行は妖術で弱点をついたか。まずまずじゃな。もちろんここはシシマルの必殺範囲外に移動するぞ。予付以外の相性はとてもいいですわね。じゃな、予付さえ倒せれば余裕じゃないかのう。この2課でかなり削ったはずじゃし、それと一瞬防衛のおかげじゃな。気まぐれの妖術がかなり刺さりましたわね。でも今回は先行スキルに一瞬防衛ちゃんなのですわね。ナローちゃんでもよかったのでは？ふむ、それは簡単じゃよ。このチャンネルでまだ一瞬防衛を使ってなかったからじゃ。単純なようでかなり重要な理由でしたわ。確かわらわが確認した範囲では使ってなかったな。少し不安ですわ。と台無しか、クロート向けじゃのう。確か必殺技が時空振動用全体攻撃でしたわよね。じゃな、じゃが威力はひこぶり低い、低ランクのサドンデス要因じゃな。確かチャージパーティーは高確率でサドンデスに突入してしまいますものね。それ対策の台無しですかなるほど。だと思うぞ。でもまあ今回はサドンデスいかなそうじゃな。太陽力の強化力で相手は耐久する暇がないぞ。相手のシシマルは当然のように一撃ですわね。シシマルは別にどうでもいいんじゃが早くチャーケンを倒したいぞ。あらどうしてですか？ダメージは全く気にしなくていいですよ。いやーそうなんじゃが、やっぱり相手側にいるだけで心身ともに疲れるのじゃ。床ダメージが低いことは頭では分かっておるのじゃが、指がどうしても反応しかけてしまうぞ。条件反射でしょうか。どうやら皆さん随分あのワンちゃんに悩まされているみたいですわね。姫騎士が特にな。今度はやつの枕元にチャーケンのぬいぐるみでも置いてやるか。あらそんなぬいぐるみあるんですの？いや、わらわが作るんじゃぞ。失礼ですが清美さん意外と手先が器用なのですわね。お、意外か意外か。料理を気やかに教えたのもわらわじゃよ。まあやつはわらわよりも伸びしろがあったがな。ふっふ、とても仲のいい姉妹なのですわね。うん、姉妹。姉さん余計なこと言わないでね。こうやって季節のうまいに。まあこの話は置いておくか。相手は珍しくオイランを出してきたの。スキルは確か全員避けられなくなる効果でしたわね。そらみも同じスキルでわざわざオイランを使っているところに愛を感じるの。確か必殺範囲は違うはずでしたから差別化はできていると思いますわ。確かにそうじゃな。あれ？いや対戦始めたの最近じゃろ。数週間は経っていますわね。少しでも皆様に追いつきたくていろいろ勉強はしています。うせえ真面目じゃのう。姫っちにも見習ってほしいぞ。皆様からの姫様の評価がとことん悪いですわね。まあ姫っちだし、それにわらわの物覚えはそこそこいいと思っておったのじゃが、そのうちピアに知識で抜かされそうじゃ。いえいえ、経験値では清美さんの方が断然上ですわ。実践では知識よりも経験の方がいきます。まだまだ清美さんから学ぶことは多そうですわね。おう、ちもなかなかにうまいのう。まあ素直に受け取るのじゃ。と厄介だった台無しはここで撃破か。今のところかなり順調ですわ。もしかしたら全員生存できるかもしれませんわね。と言われたそばから1体失いそうじゃよ。必殺を打ちたい欲が出すぎたのう。これがいわゆるプレミックス可能。あらあらでも最終的に勝利できれば大丈夫ですよ。まあ最低ラインはそこじゃがな。さて、一応回復して、次は必殺を当てたいのう。そういった矢先に絶妙な位置に移動してくれましたわ。もちろんこの空気を逃すわけもなく、太陽神の必殺で一網打尽じゃ。
なんかやけに攻撃を耐えておるオイランもこれで終わりだな。例のワンちゃんも弱点なのでもちろん撃つべきですわね。よーし、相手が撃つ前に撃つ。なんとか順調じゃのう。最後は瀕死の力だけで、これは勝ったな。血滑らしとひしまるの組み合わせにここまで余裕を持って勝ってしまうとは。ひしまるは配置でどうにでもなったが、チャーケンは間違いなく枕返しのおかげでな。これがこの、オリジナル対応力の力ぜ。あら、また SSS ランクの方ですわね。もともと対応力は SSS ランクでも無双できるパーティーだからな。わらわがアレンジした対応力の強みを見せるには SSS ランク相手じゃないと意味ないぞい。あら、でも先ほど SS ランクの方に負けましたわよね。いや、ソリベアは無理だし、それ言ってはいけないやつだし。それと A ランクの方のモード保有にも惜しくも負けてしまいました。いやっちよ、いやっち。余計なことは言わなくていいのじゃ。家でも負けるときは負けてしまうことをきちんと言わないといいのじゃ。実況とはそういうものなのじゃ。ほっと一瞬合意一撃か。強化バフないのにすごいですわね。見たところ相手はエルドラ無双可能。じゃとすると装備は腕輪もしくは中央実からコンか。なるほど、それなら先ほどの攻撃力の高さにもうなずけますわ。これは急いで壁を倒さないと非常にまずいの。意外と単純な強パワーにも若干弱いんじゃよな。対応力、そういえば大勢はコアラナンを添えるとおっしゃっていましたが、他にはどんな組み合わせがありますの？ああ、そうじゃな、大体はコアラナンで相手の物理アタッカーを無力化するんじゃが、ヨクちゃんは攻守どちらも高いのでコアラナンを入れても問題ありませんものね。じゃな、他は姫の好きな怨念可能、万を持ちとかか。他はお蔵入りや肉焼きなどの壁か。こんな枕返し3体などあらわたちだけだよ。しかしその世にも珍しい組み合わせがかなり刺さってはありますわね。そうなんじゃよ、この構築はもともと対応力が若干苦手な相手に強くした感じじゃな。じゃから完全苦手なトリベアやモード保有は知らん。あらあら、そうでしたの。すべてのパーティーに対応できる構築は存在しないからの。とここは急いで枕返しの必殺打つぞ。もうこちらの壁は1体だけですものね。危ないですわ。さすがの火力じゃなエルドラは。これ枕返しを2体にしての5手を入れてもいいかもな。枕返し3体でも氷溶術は 60% は軽減できますものね。じゃな、今回は少し欲張りすぎたかのう。とさすがに耐えて反撃できそうじゃな。問題は当てられるかですが、さすがに大丈夫じゃよ。ほらな、まあ本当は少しビビったが、ふっふ、さすが清美さんですわ。今ののぼせトンマンだけにかわされたら大ピンチでしたわね。もしそうなら逆転全然あったぞ。で、相手の最後の妖怪は仙台エンマじゃと？壁ではなくアタッカーですよね。なぜこのタイミングで？ふうむ、おそらくは怨念やお蔵入りでエルドラが再起不能になった時ようか。なるほど、あくまでもエルドラゴンに全て託すパーティーではなかったのですね。まあ主力一体は結構積みやすいからの。このように隠し玉を用意する構築もなかなかに面白いな。じゃがすまぬな、対応力の前では無力なのぜ。意外と危なかったですけどね。よし、無事勝利ぜ。皆の者もこの究極対応力をぜひ使ってみるといいのじゃよ。フリー対戦での勝率は8割ほどでしたわ。上げランクに余裕のある方はぜひ。